石そのものもこういう砂漠地帯で湿度がないから傷まないでいい状態で残ってると思います。復元されているものもありますけど、大半のものが紀元前3000年前のそのままです。オリジナルですし、また3000年前に使われていた色彩の塗料もそのまま、染料も見ることができます。環境だからこそ外でね、野ざらしになっていても完全な状態に近い、保存がされているんだと思いますね。エジプトならではというところでしょう。数少ない女ファラオの女王ハトシェプシュット何回聞いてもちょっと覚えられないな。うまく言いませんね。ルクソール最大のハイライト、王家の谷に行きます。
これはね、一見するとただの谷ですけど、これを発掘して本当にみんなが大衆が見れるように作ったっていうのはすごいことですよね。探検家たちの、また考古学者たちに頭が下がります。紀元前3000年前とか、もう歴史的なそういう墓とか別に見たいわけじゃないとか、墓興味ないっていう人もいると思うんですけど、もうそれとこれは別、墓を見たい人なんて、まあ、基本いませんからね。でもやっぱりもう時代を超えて時を超えてやっぱりこう伝わってくる芸術というか、何とも言えないものがありますね。さまざまなストーリーが描かれてますけどね、もちろん全部わかりませんけども、まあ、非常にこう高度な文明、高度な考え方、宗教観というのが鮮明に残されてますね。今も発掘調査が進んで、随時新しいものが見つかっているということですけどね、そこ知れない、計り知れないですよね。まあロマンですよ。